どうも皆さんこんにちは、ガリ勉太郎です。ということで今回ですけども、京都大学不合格者の開示結果発表でございます。でね、まあもう見ちゃっているんですけれども、もう早速ね、まあ共通テストの時はちょっと商品紹介ってちょっとふざけましたけども、正直どうでもよかったんで、まあ今回はもう一回受ける僕としては、まあ参考になるデータではあるので、ちょっと真面目にね、やっていきたいなと思います。それではもう出していきます。はい、ドンということでね、出てますかね。まあ共通テストは前回開示したのでね、気になる方はぜひ見てください。二次試験の方ですね。国語が57点、数学が84点、理科が102点、英語、外国語が82点、傾斜かけて合計で 675.75 で、合格者最低点は 704.37 なんで、まあだいたい28点ぐらいかな。うん、落ちですね。はい。ということでございます。まず、各教科を発表していくと、国語が57は、これちょっと取れすぎですね。びっくりした。なんでこんな取れてんの？普通に過去最高に取れてます。まあ正直終わった時も、なんかできなかったなっていう感じでは全くなかったんで、で次、数学84点。まあ、これですね。はい。まあ、正直2巻半なんで、70点分は完登した自信があって、で、5番、大問5の、まあ、受けた人しかわかんないと思うんですけど、大問5の、括弧1、小問ですね、は、取ったんで、それと、あと、まあ、ちょっとだけ部分点で、84ぐらいかなっていう感じで、やっぱあれですね、積分、第4問の積分が、立式はできてたんですけど解けなかったんで、あれが解けてたら30点分上がってると思うんで、だから45点分上がるんで、はい、受かってます。だから積分ができるかできないかで今回不合格と合格を分けてるんです。理科が102点、これはまあ多分科学が60、物理が40ぐらいかなっていう、僕の感覚ではそんな感じですね。物理は電磁気がなんか途中で止まって、あと最後が原子と熱力と波動のもうなんか融合問題みたいな、なんか全部問われてんじゃねみたいな。熱力はそんなでしたけど、なんか主に原子なんですけど波動もちゃんと出てるし、何なのこれはみたいな。進みが遅い人もあるんじゃないかみたいなんで、原子出すかとかも言われてましたけど、まあ正直俺はそんなことは別に思わないですけど、まあ今年かいとは思いましたけどね。で、次、英語が82点。これは頑張った方なんじゃないですか。今年むずいって言ってる、ね、森哲先生も、TOEIC何回も満点取ってる森哲先生も出たっぽいんで、まあ、それにしてはまあまあ取れたんじゃないかなと。英語で差はついてないというか、英語で落ちたわけではないかなと。やっぱ数学ですね。そんな感じでございます。一応、ツイッターとかで恒例なんですけど、この学部は受かってますよみたいな、その話をしようと思います。はい、こちらでございます。地球項がマイナス5、工科が、プラス4、物項がマイナス42、建築マイナス33、情報マイナス79、電電ってあるんや。電電は知らんかった。マイナス21。で、理学部が 28.62 してますね。農学がプラス27、医学部がマイナス157、まあこれはまあそうですね。で、薬が、プラス23で、人権がプラス84、余裕や。総人がマイナス12、教育がプラス16、経済がマイナス26ということで、まあこれを見ると、まず、まあ総人の俺、配点はよくわかんないですけど、経済は、理科がないんですよ。数学、国語、英語なんですよね、二次試験が。で、理科がおそらくですけど、まあ、100何点で低いは低いんですけど、多分、不合格者の中ではまあまあできた方だと思うんですよ、理科。だから、まあ、その理科がなくなって、経済とかはダメだったんかなと。で、まあ、医学部はまあ、そりゃそうですけど、僕、開示が来る前に、人権だけは受かってくれと。人権だけは受かってくれないとだいぶ遠いぞ、ほど遠いぞっていう理学部っていうのがあったんですけど、まあ、クソ余裕で合格ということで。はい。まあ人権なんでね。はい。人権、人権が医学部って名乗るのマジでやめてほしいな。農学がプラス27、まあ農学は理系の中ではこう入りやすい学部ではあるんで、はい、まあ受かるかなっていう感じではありますけど、これ見る限りやっぱ上の6個が、工学なんですけど工科しか受かってないんですよね。だから俺工学部はちょっと向いてないんじゃないこれ工学は多分やばいね。多分工学ってまず共通の配点が文系教科のみ、まあこれは有名な話なんですけど、あとプラスして多分理系科目に数学がその共通でないから多分20の配点高いんですよ。見てないけど多分ね、おそらくで僕数学悪いんでまあこうなるのかなっていう感じではありますけど。で薬学部プラス23、俺薬学部むずいイメージあったんだけど受かるんだ。なんか阪大の薬学部面接とかもあるからなんかもうほぼ医学部なんじゃないかなっていう勝手にそう思ってたんですけど、別にそんなことではないんですね。やっぱり医学部はもう別格で薬学部はそんなまあ他の学部とまあ兄弟はの話かもしれないですけど、まあ他の学部とそこまで変わんないんかなっていう感じで。で僕が話したいのは教育の理系なんですよね。プラス 16.4 で合格っていう話なんですけど、これ結構誰にもあんまり言ってない話なんですけど、僕理学部受けたんですけど、高校2年生の後半ぐらいかなぐらいまで教育の理系志望だったんですよ。もうほぼ現役合格や学部間違えた。だって理学部にしたいや。現役合格、京大現役合格というものは俺はつかめたんだよ。そのさ、こういうのさ、あるけどさ、プラス何点で合格、他の学部だったらどうかっていう。でも結局自分の行きたい学部に受かってないから不合格は不合格なんですよ。ね。それはもう否定しません。でも行きたいというかもともと志望だったとこは受かってたっていうのはあんまいないじゃないですか。だって教育理系から理学部なんか工学から農学とか下げるとかはよくある話かもしれないですけど、なんか教育理系から理学ってあんまないんじゃないですか。であと現役時の模試もね、動画撮ってるんで、まあ、後々公開しようとは思うんですけど、教育理系の方が判定悪く出てるんですよいつも。でしかも募集人数も少ないし、なのにこれかい受かるんかい何やそれ。理学部と教育理系の違いって何かって僕は何で変えたかっていうと、理科が2科目受験か1科目受験かっていう違いなんですよ。で僕はもう科学の方がまあ得意っちゃ得意だったんですけども、そこまで変わらんかったし、でしかもウェイトがね多くなると思うんですよ文系教科の。だからそれは逆に不利なんじゃないかなと思ってやりましたけど、まさかのそっちの方が受かってたっていうね。まあその別に理学部の方が結構行きたいっていう方になってたんで、俺大きな1回行ったけど教育の大きな行ったけど全然授業面白くなかったんで、まあねちょっと悔しいですね悔しいですね。あとさ俺大人数大嫌いなのよ。大人数でそのわーってなったらもう全く喋ろうって思わんのよ。振られた時しか喋らんみたいな。うん。だから少人数が好きなの。理想は3人。2人もちょっと人によるけど、まあ、3か4は安牌。教育学部の理系って10人なんですよ。募集人数が。結局何人取ったか知らないですけど10人なんですよ。じゃいいコミュニティじゃない。でしかもさ多分やけど教育の文系と同じ授業とか結構あると思うね。こじんまりとしてる感じがあってなんかすごい良かったんですよね。教育の文系とか絶対女子多いやん。それだけが心残り、それだけが悔しい。ほんまにタイとは思わんけどでも狭いコミュニティでしかも可愛い女子も多そうな教育を捨てて俺は理学部の男ばっかりでしかもなんか変態ばっかのいかにも兄弟が多いとこに変えて、それで落ちて変えんかったら受かってたっていう、この屈辱。思えば思うほど悔しいな。でも逆に言えばこんな点数で受かってもなんかちょっとやばないですかっていう話で、僕予備校行ってすごいいろんな僕が無知なこととか、あ、俺こんなんも知らんかったんやって、で俺頭悪いな、俺アホやわっていう瞬間がいっぱい訪れてるんですよ。でももし受かってたらその気づきなかったわけですよね。そのまま京都大学に行ってみたいな。だから多分ついていけないというか、その必要な知識なかったと思うんですよ。だって予備校で高校の勉強でまだ学ぶことがいっぱいあるのに、それをもうだってもう1ヶ月でそれをその知ってて、それで受かってもうてっていうのはちょっとさ、もう神様が「お前はもう1年勉強してこい」と「お前はもうちょい上行ける」っていうふうに言ってくれたんかなって思ってます。悔しいですけど、まあ、この結果は、まあ、落ちてることに変わりないしね、うん、ただ一つ言えることは、このギリギリのやつらよりかは俺は賢く大学に入れるし、1年無駄にするけど、で俺多分大学入ってたらここまで YouTube をそこまでガチでやってなかったと思うし、そういうのをいろいろ考えたらいい人生になるのかっていういやいや、まあ分からんけどな。所詮負け犬の遠吠えなんで、話半分で聞き流してくださいね。あとさ、一つ言いたいねんけどさ、受かったやつらがさ、なんか京都大学の底辺ですとかさ、なんかいろいろ言ってんねんけどさ、恥ずかしいと思わんのかなっていうなんか俺らの気持ちをまず一個も考えてない、落ちた人間のこと。でも別にそれは落ちた人間やから落ちたやつが悪いって進む話かもしれんけど、それを言って何になるんかなっていう。だって俺は言うても理学部に関しては結構まあ20何点差なんで、結構ちゃんと普通に落ちてるんですけど、1点差とかもいるわけやんか。でもうほんまにそこまで学力変わらんと、いやそこまでというかもうほぼイコールよ、ほぼイコールでね、大学側がどこに線を引くかっていう、もうほんまそれだけの話で落ちた人間もおるわけやん。そういうやつのこと考えるとさ、底辺ですとかさ、面白半分で言ってもさ、そういう人格のやつらがさ、なんぼさ現役で受かったとしてもさ、まあ多分もうこれからも無理でしょうねっていう俺は思うんですよ。うん、ひがみでしかないけど、だからそういうやつらにはなりたくないなって思いますよね。だからそういうやつらにならんように、ちゃんとこの1年しっかりと勉強し直して余裕で合格すると。で浪人生に「あなたたちは落ちました」と。でもあなたたちはギリギリに受かったやつよりはいい人生を歩めますっていうのを僕が証明したい。うん。別にギリギリで受かったやつもさ、その努力してるやつはいるし、俺が否定してんのは底辺ですとか、なんか意味わからん謎マウントを取ってくる兄弟生。負けてるんで何にも言えないですけど、言える立場ではないんですけど、だから僕はちょっと小声でね、ちょっと小声で言わせていただきます。はい。まあまあまあ。別にこれで炎上しようかどうでもいいんで。でまあこれツイッターにも書かせていただいたんですけど、まあ正直ね、僕友達いて、そいつは、まあ、僕より下の成績やったんですけど逆転されて受かった子がいるんですよ。で本当にその子はめちゃくちゃ努力してて、そのね合格してまっとうな努力をしたと思うんですよ。それに比べたら俺はもう全然できてなかったなってずっと思ってる感じなんですけど、でそういう子がちゃんと受かってるんで、なんかで僕は落ちてるわけじゃないですか。なんかやっぱもう神様って決めてるんじゃないかなっていうか、合格者、今年の合格者も点数とかじゃなくてここまでって、なんかもうこいつはね頑張ったから受からしたろと、限界までこいつの最高点をもう叩き出したと、最高点を叩き出した、それぐらい頑張ったこいつはだから受からしたのと。で俺に関してはまだお前は行かなあかんやろって、そんなとこで満足しとっていいんかと、ギリギリで受かるような人間なんかお前はっていう感じに言われてるような気はします。まあ頑張るしかないですね、この位置でもさ100万円かかっとうからさ、それはちょっと返してお金さえ出さなかったらめちゃくちゃいい1年だよ。もう一回勉強し直すっていうのはしんどいけどね。でもちょっと高いなんか本当になんか受験終わった直後は俺もなんか戦えてないんじゃないかなっていうか、うんなんかボロ負けしたなっていう感覚だったんですけど、戦えた上でちゃんと負けたなっていうのが分かってよかったかなって思います。はい、ただ一つ言えることはもうちょい開示早くてもよかったんちゃうかなって。この時期にまあね浪人生はええですけど、なんかさ後期の方に後期で受かったとこに行きましたとかさ周りにもいたしさ、東大みたいに不合格者にはもう即日でさ次の日にもう渡すでも俺は別にいいと思うんですけどね。まあでも京都大学さんにはねまあ来年からはお世話になるのでよろしくお願いします。はい、もう開示も遅くていいですね。来年は僕も送らせてください。もちろん僕も、頑張りますのでよろしくお願いします。はい、以上メンタロウでした。また次回の動画でお会いしましょう。まあ今日はちょっとね、言いたいこと結構言っちゃったんですけど、聞き苦しかった方申し訳ございません。それではさよなら。ガリメンタロウのチャンネル登録をしてね。